キンプリ5人体制終幕。感動の涙と疑念の中、ファンは絆を信じ未来に期待。キンプリの新たな冒険への支援が重要。ジャニーズの人気グループ、キングピンス以下、キンプリが5人体制での活動を終了することが発表され、これに関する様々な感動や疑念がファンの間で広がっています。 特に平野しよと、シユうの涙に対するファンの反応が、かつてのスマップ解散時の中井雅宏の姿になぞらえられています。本校では、キンプリの5人体制終幕にまつわる様々な出来事と、その背後に潜む疑念に焦点を当て、ファンの心情とグループの未来について考察していきます。キンプリの感動的なラストパフォーマンス。 5月19日、ミュージックステーション2時間 SP にて、キンプリは2曲を披露し、これが5人体制での最後の M ステとなりました。特に新曲、ビューティフルフラワーの歌唱終盤では、平野紫耀がソロで歌う最後の一節で手が震え、これに感動したファンが続出しました。この瞬間がメンバーとファンにとって特別なものとなりました。 また、20日には日本テレビ系で放送された特番、キング・アンズル、ゴールデン2時間スペシャルでは、5人での新潟旅行の様子が放送されました。花火を使った企画では、平野が5人の関係は花火のように散りません。とペインで書く場面が印象的で、メンバー同士の強い絆が伺えました。中井雅宏との比較、なぜファンは重ねるのか。 平野紫耀と岸優太が涙を流す姿勢に対し、ファンからは過去のスマップ解散時の中井雅宏の姿との類似性が指摘されています。2016年12月26日に放送された、スマップ非形クラスマップの最終回スペシャルでは、中井が世界に一つだけの花を歌唱した後に後ろを向いて涙を拭う場面が印象的でした。この姿勢が、 金プリのメンバーと特に平野と騎士の最後のパフォーマンスになぞらえられ、感動の渦を巻き起こしています。この比較が行われる中、ファンたちは SNS 上で、金プリ5人にありがとう、のハッシュタグを広め、感謝の気持ちを綴っています。金プリというグループに愛着を抱くファンたちは、メンバーと共に歩んだ日々に感謝し、解散に対しても理解を示しています。 疑念と感動の狭間で揺れるファンの心情。一方で、金プリの5人体制終幕には疑念も交錯しています。以前からジャニーズ事務所藤島ジュリー稽子社長と脱退メンバーとの確出説が報じられ、これが脱退の背景に影響しているのではないかとの憶測がネット上で渦巻いています。ファンたちはなぜ事務所にバラバラにされないといけないのか 彼らが頑張ってきたのになぜこんなひどいことがあるのかといった疑問や不満をつぶやいています。特に金プリのメンバーが最後まで笑顔を見せようとしている様子には複雑な思いを抱くファンが多いようです。金プリの絆を象徴する言葉として紫陽が述べた5人の関係は花火のように散りません。 が、これからのグループの未来にどのような影響を与えるか、多くの人が注視しています。未来への期待とファンとの絆。金プリの5人体制終幕に伴い、ファンの心情は感動と疑念の狭間で揺れ動いています。しかし、メンバーとファンの間に気づかれた強い絆や感謝の気持ちは変わることなく、これからも金プリの未来に期待が寄せられています。 ファンのサポートと愛は、グループが新たなステージに進む際に力強い支えとなることでしょう。キンプリのメンバーがこれからの個々の活動や新たなプロジェクトで成功を収め、再び笑顔で舞台に立つことを多くの人々が願っています。キンプリの歴史は終わりを迎えましたが、新たな冒険が待っていることを信じ、未来に期待を寄せる時がやってきました。